とりあえず押していきます。ここ出るまでは京楽会館があったところ、もう壊されて何もなくなっているのか。いや杉薬品が、いや杉薬局ができるって書いてあるな。いや杉もすごいですね。さあ腹減ってきました。ここのカニ屋さんやってんのかな。さっきヤボテやってなかったね、はい、金山イオンはどうか。混み具合、まあ、ぼちぼちって感じですね。まあまあぼちぼち、今自転車結構止まってる。東別院メーテルの前まで来ました。特にイベントやってる模様ではなさそう。メーテル玄関前からっつって、あのドデスカを見てますという、ここでねお天気中継やってますけど、はい、誰もいません。川村市長がおった声が聞こえてくる。すぐ分かった。やたら人います。ご本人ショート、ああダブルエクソール、すごいすごいすごい、ダブルエクソールだ、これはすごいな。とにかくすごい人だよね、相変わらず、まあ、びっくりするな。ちらっと見ます。こんな具合もうその辺からも人だらけだ、もうめちゃくちゃおるやん。あいかん、そこ一番混んでるとこだな、よう近づけんとこだわ。ちょっとうわめちゃくちゃおるじゃん、そこ何なんとかバーガーも人が群がっとるし、ものすごいおるな、ね、これもうえらいことなんとる。うわうわすごい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 な、うわ恐ろしいな、これはびっくりしますわ。はい、こんな具合です。これ大須賀の方面でもめちゃくちゃおるな。ということで、とても自転車で走行できる状況ではございませんので、ご覧の通り、まあ私はこうやって、ちょっと離れたとこから様子を見るという感じでございます。うわもうめちゃめちゃおるやん、何これ何これって分かっとってきとるけど、すごいな。うわ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 、天然たい焼きもすごいけど、うわこのヤバトンがすごい、めちゃくちゃ並んどるじゃん。さあこの先はやたら人がいますので、限界まで行ってみますが、もう限界はすぐそこという感じですね。もう人人人、自転車がなきゃ当然ね入ってきますけど、自転車だもんで、まあ、無理は禁物。さあさあさあ、もうめちゃくちゃいますよ、めちゃくちゃいます、めちゃくちゃおる。ああもうとてもじゃないけどね、もう無理です、もう多すぎて。あテレビ中継しとる、映りに行きたいけど。さあいつもの定点観測、ここから見た大須はどうか。めちゃくちゃ人いると思います。うわすごい、もうめちゃくちゃおった、これはすごいわ。もういいね、このにぎわいが本当にいいです、たまりません。さあ意外と車少ないね。さあ境方面どうなってるか、人通りはね意外と少ないね。なんででしょう、大須に、ああやっぱりこっちあれか、まあ目立って大きな神社仏閣の類がないからかな、非常に人が少ないです。むしろ大須に集結してる感じ、皆さん全然いないじゃん、全然いませんよ、本当にご覧の通り。パルコもやってないしね、まあ松坂もやってないし、だから皆さん大須に向かって歩いてる感じだね。まあ境から歩いちゃってるのかな、そんな感じですね。さあ松坂前も非常に閑散としております。逆に言うと皆さんの期待に反して閑散としております。ドン・キホーテも閑散と意外としてる。さあ閑散とした松坂の前を通りまして、ふと思い出しました、閑散といえばコロナ禍最初の緊急事態宣言ができて出た時のゴールデンウィークを思い出しました。めちゃくちゃ人がいなかった。とりあえずラシックの前まで来ました。非常に閑散としております。昨日とは打って変わってという感じでね、昨日31日はもうめちゃくちゃ人いましたけど、本日2024年1月1日月曜日は12時何分45分ぐらい、めちゃくちゃ空いてます、ガラガラです。免疫はどうなんだろうかとちょっと気になりますね。この勢いで行くか行かないか今検討中。寒いのと腹減っとるんでどうしようかなと。意外と寒くなってきました、ずいぶん冷え込んでまいりました。はい、三越もやっておりませんので非常に閑散としております。本当に誰もいない。じゃあマルエガレリアはやってるのかやってないのか、とりあえず向かってみたいと思いますが、やってないよね。まあそう思うとデパートもやんなきゃ人来ねえし売り上げ上がんないしって思うんですけどね、やるのにコストがかかるから。まあデパートもねなかなか人件費も高そうですからね。到着しました、マルエガレリアの前、誰もいません。
ガレリア前ガラガラです。ガラガラヘビが300匹ぐらいいるような感じですけど誰もいません。はい、ほんとこんな感じ。テスラの電気がついてます。こっからじゃあ左曲がってみましょうか。2024年ハッピーニューイヤー。さあプリンセスオードリーもガラガラです。ガラガラヘビが200匹状態。あちら側は若干人が歩いておりますけど本当にいないね。パチンコ店が閉店して結構大きなゲームセンターになっておりました。さあ本当にガラガラです。むしろこんなんガラガラだっけっていうぐらいに本当にいないね。いや31日とはえらい打って変わって全然違いますよ雰囲気が。いや今いい時間ですよ。もう12時50分ぐらいですけど全然いない。本当になんだろうね。まあお店があんまりやってないっていうところですかね。見た感じやってないことはないんだけどお客さんが来てないっていう感じだね。やってないことはないですよ、うん、やってないことはないけど。ナディアパークの角まで来ました。プリンセス大通りの南端。果たして人はいるのかいないのか。なんとなくここも皆さん大隅向けて歩いてる方が多いっていう感じですよね。この真っ昼間だけど誰もいない。にぎわいが全くないという感じ。なぜかあの店はやたら並んでる。なぜかここは人がいます。何でしょう。何だろう。めちゃくちゃいる。福袋入場制限という感じでしょうかね。とにかく人がいない。なので曲がります。ジャルダン栄なんか昭和感が漂ってる。いいね。かつて中央高校がありましたね。ここはそういった場所ですね。ナディアパークの南側におります。人はいません。全然いません。本当にいないよ。笑えるぐらいにいないね。ここからちょっとどうしましょうね。伏見を通って名古屋駅方面若干見に行ってみましょうか。さあこんなに誰もいないナディアパーク南側の公園なかなかそういうのもないですから、のんびりこの公園を抜けまして、山公園ですね。ここは小さなお子さん連れのご家族が何か食べてらっしゃる。平和でいいですね。寒いけどその代わり寒ないですかっていう感じでね。さあここも全く人通りがない。むしろ何か特殊効果で人を消したんじゃなかろうかというふうに疑われてもおかしくないぐらいに人がおりません。車もいません。はい、昨日と打って変わって本当に大勢に人が集まっとるなこんなにおらんもんこんなにおらんかったっけ昨年も。なんか正月来たような気がするけどこんなになかったかな。もう極端ですね。大須はもうものすごい人口密度、サルドこちらだっていう感じで。まあだからお店開けてもしょうがないかもね。まさにこれでは開店休業状態なので、まあお店はやらん方がいいのかもしれませんね。